全員が幼馴染でかつては不良だった BAD HOP のメンバーベンジャシーがモデルの美女に一途な恋心を抱いてかれる姿が見られ、仲間たちは彼の恋心を指摘しました。完全に恋に落ちてるみたいだねとメンバーがコメントする場面がありました。バッドホップのメンバーは神奈川川崎の幼馴染で結成された8人組ヒップホップクルーです。彼らの冠番組であるバッドホップ千万一週間生活では2024年2月に東京ドームで解散ライブを開催することを発表しました。この番組では放送作家の鈴木治氏が企画演出を担当し、バッドホップに1000万円を渡し共同生活をさせた場面を追跡しています。彼らが大金を手に入れた後の1週間どのような様子を見せるのか視聴者の期待が高まっています。1000万円生活の初日、バッドホップのメンバーは港区の女性たちとの合コンを開催しました。その中でベンジャシーは隣に座ったモデルの美女マユコとの間に良い雰囲気が漂いました。2人きりの時間も作り LINE の交換をし毎日のように連絡を取り合っていました。しかし実はこれはメンバーのワイザーによる計画で、マユコからの LINE は全てワイザーが送っていたのです。それでもベンジャシーはすっかりその気になってしまいました。5日目の夜、バッドホップのメンバーたちは馴染みの店で大量の酒を飲んでいました。酔っ払った勢いでベンジャシーはマユコを食事に誘い、翌日ワイザーに女の子と飯に行ってくるわと告げました。ベンジャシーの行動を見てワイザーは、彼の頭の中は完全にあの子でいっぱいだ、まさに恋しているなと不敵な笑みを浮かべました。マユコとのデートに向かう直前、ワイザーから乾杯すると酒を勧められたベンジャシーは30分でテキーラを6杯も飲み干しました。ハルフと奇声を上げながら部屋を駆け回り、完全に浮かれモードに入ってしまいました。そしてマユコを自宅に連れて帰ると宣言しました。果たしてベンジャシーの恋の行方はどうなるのでしょうか。今後の展開が楽しみですね。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価をぜひよろしくお願いします。